ウォルター・ゲルマノビッチ・クリビツキー。ウォルター・ゲルマノビッチ・クリビツキーは、ソビエト連邦のスパイ。国家保安隊員。本名は、サミュエル・ギンスブルク。クリビツキーは、オーストリア・ハンガリー帝国のガリツヤ地方にある、バイディバラ・キースックのポットロック・ジースカで、ユダヤ系ポーランド人の子として生まれた。早くから、ロシア帝国に移住し、リボフのギムナジウムで学んだ。 1917年の10月革命に参加。ウォルター・クリビツキーの名はこの頃に名乗り始めた名前である。1919年にソビエト連邦共産党に正式に入党した。この頃発生したポーランドソビエト戦争で重報活動に従事し、スパイとしての道を歩むことになる。1921年からは老農赤軍本部第4局で働いた。 1923年にはドイツで非合法、工作員として、情報活動に関わった。この間に潜水艦の情報などを入手するなどして、活躍し、1925年には、赤軍参謀本部情報局第三課第三班長補佐に、昇格する。1933年には、モスクワの軍事研究所所長となった。彼は、情報入手先として、 ルーマニアオーカロル2世の愛人であったマグダルペスク、ノエルフィールドなどに接触した。1931年からは、赤軍から統合国家政治局外国家に転属となり、海外情報の収集に当たった。1934年、軍事産業研究所副所長。1935年10月、外国家非合法支局長としてオランダに派遣。 1937年5月、クリビツキーは、ハーグに移り、西ヨーロッパの諜報活動の統括に当たるようになった。しかし、この頃赤軍幹部の大粛清が始まっており、赤軍早々期からの幹部であるクリビツキーと、その友人であるイグナス・ポレツキーは激しく動揺した。ポレツキーは、亡命を考えるようになったが、クリビツキーは躊躇した。しかしポレツキーは、 最終的には亡命し、モスクワに批判的な手紙を送った。これは友人であるクリビツキーの立場を悪化させた。なお、ポレツキーは数年後、スイスで暗殺されている。9月、クリビツキーはパリでフランスに亡命した。スターリンは翌月に暗殺指令を出している。この頃パリでクリビツキーはトロツキーの息子であるレフセドフとトロツキストに接触した。 セドフはマークズ・ボロースキーをクリビツキーの護衛として派遣した。しかし彼はコードネームエティンヌとして知られている内務人民委員部のスパイであったがクリビツキーの身に危険が及ぶことはこの時点ではなかった。1938年の終わりにクリビツキーはアメリカ合衆国に移った。彼はジャーナリストアイザック・ドンレビンの助けを借り、百三十九年の初めから ザ・サタデイ,イブニング・ポスト紙で、ソ連の内幕を明かす連載を始めた。後に、アイワズ・スターリン、エス・エージェントとして出版された。この本は、大きな反響を読んだが、サハからは偽書であり、クリビツキーの存在も架空であるとして、非難を受けた。しかし8月23日に、同署内で予想されていた、独祖不可侵条約の締結が発表されると、彼に関する注目は高まった。 しかし、クリビツキーは、スターリンの独裁には反対していたものの、共産主義者ではあり続けており、ソ連を裏切ったことについては苦悩し続けた。1939年10月、クリビツキーは、アメリカ合衆国会員の会員非米活動委員会で、証言を行っている。その後、密かに、ウォルター・トーマスの偽名で、イギリスに渡り、イギリス情報局保安部に対していくつかの証言を、 行っているこの時、クリビツキーが、キム・フィルビーや、ドナルド・マクリーンといった、イギリス内に潜伏するソ連のスパイに関する情報を与えたかどうかという論争が存在している。しかしこの頃から、内務人民委員部がクリビツキーの証言を防止するための工作を行っていたことは疑いない。クリビツキーの都営は1940年1月に公表された。 その後彼はアメリカに帰国しようとしたが、移民帰化局とのトラブルが起きたため、10月までカナダに滞在することを余儀なくされた。1940年8月、メキシコでトロツキーが暗殺されると、クリビツキーは内務人民委員部の暗殺リストのトップとなった。彼はバージニア州に住み着いて新たな著書を書く予定を立てていた。 しかし1941年2月10日、ワシントン DC のベルビューホテルでクリビツキーの遺体が発見された。彼のベッドの周りには3通の遺書が残されており、彼は自殺したものであると公表された。しかし彼の死は、ソ連の情報機関によるものであると指摘するものもおり、クリビツキーの電気を書いたエイミー・ナイトやゲイリー・カーンは、彼の死が自殺か他殺かを断定するには、 今も疑問が残るとしている。赤旗勲章、戦闘武器を授与される。ありがとうございます。